ヤッホー、 RKK の休憩時間でルークです。こんばんは。今週はついに10月に開かれた RKK 祭りで公開収録した企画、剣道の達人メインの時の気合のシャウト、なんて言ってるでしょうクイズ、各局アナウンサー対抗戦。剣道の達人が叫ぶメインの気合の掛け声をスタッフが考えたワードに変えて全力シャウト。各局のアナウンサーがなんて言ったのかを当てるクイズ企画。そして正解数で競い合いまして、優勝したアナウンサーにはなんと、高級弁当をスタッフも含めて、そのアナウンサーの担当番組にプレゼントさせていただきます。素晴らしい弁当、すごい。1個6000円の高級弁当をかけたガチバトル。出題者はシャウト歴20年、5度の日本一を経験した剣道の達人、相馬武蔵さん。さあそれでは、はい、シャウトお願いします。わー、もう一回。あー、無理。わかったぞ。わー、もう一回。さあ皆さん分かりましたか。答え何ですか。答えは、はい、萌え萌えキュンです。萌え萌えキュンを踏まえて言ってます。はい、ちょっと待って。ということで答え合わせ。そう、このクイズ最大の魅力は答えを知っていたらそう聞こえるが、知らなければ全くわからないところ。さあいざ高級弁当をかけた本問題、はい、こちらを叫んでいただきます。これはちゃんと聞いたらわかるよ、みんな。果たして正解になるか。シャウトクイズ1問目お願いします。はっ、ハボー、ハッカー。言ってるね。言ってる。ちょっと会場の皆さんにだけ答えを見せたいと思いますけれども、どうぞ。これ言ってるんですって。だからちゃんと聞いといてね。さあそれではじゃあおかわりもう一回いきましょう、はい、さあワンモアシャウト、正解になるか。はい、はい、ポー、ポッじゃあ長島さん何ですか、答えお願いします。はい、メンマ入れまーすって感じでした。はい、そうきた、はい、ラーメンみたいな感じでしたね。チンジャオロース、私が答えお願いします。最初は牛タン、焼肉屋さんね。寺井さん答えお願いします。歯は聞こえたから、ハッピーバースデー。なんかリアクションが違う。私今日誕生日なんです。私今日、え、今日ですか。36歳になりました。おめでとうございます。全員正解。いやー、残念でした。正解ですよ。正解はペン、パイナッポー、アッポーペンです。ペン、パイナッポー、アッペン。いやいやいや、ということで1問目は全員不正解。さあ次週プロレスラーのシャウトが炸裂。高級弁当をゲトるのは一体。